宗谷。宗谷は、北海道旅客鉄道、JR 北海道が、札幌駅は、加内駅間を、函館本線、宗谷本線経由で運行している特別急行列車。本項目では、同じく、宗谷本線で運行されている特急、佐野別と、過去に、宗谷本線及びその支線である、天根北線で運行されていた、優等列車の遠隔についても記述する。 1960年、昭和35年7月1日に、準急宗谷として、札幌駅は加内駅間で、運転開始し、札幌駅旭川駅間では、おほーツクを併結していた。1961年、昭和36年10月1日には、急行列車格上げと同時に、函館駅発着、室蘭本線、千歳線経由で運行されるようになり、1964年、 昭和三十九年十月一日には、経営を室蘭本線から小樽駅経由に、皿の上で単独運転を開始した。九百八十一年、昭和五十六年十月一日には、札幌駅発着に戻され、九百八十九年、平成元年五月一日には、天根北線廃止に伴い、札幌駅浜とんべ駅は、かな駅間で運行されていた、天北を、 経路変更を行った上で変死に往復化されたが、1992年、平成4年7月1日には上下の2便目を別愛称のサロ別として分離し、再度1往復となった。その後、JR 北海道と北海道、名寄市などが出資する第三セクター、北海道高速鉄道開発を主体とする。 宗谷本線旭川駅名寄駅間の高速化改良事業が完成した2000年、平成12年3月11日ダイヤ改めより、宗谷本線を走行する急行列車4往復は、すべて特急列車への格上げ、速達化が実施された。このうち、キハ261系機動車、基本番台を使用した、中高2往復については、宗谷の愛称を引き継ぐ形で、 スーパーソーヤの愛称が起用された。スーパーソーヤの運転開始により、札幌駅稚内駅間の所要時間は、急行時代の最速列車から52分、うち札幌駅内夜駅間は38分もの大幅な短縮が図られた。2017年、平成29年3月4日のダイヤ改正では、それまで札幌駅稚内駅間に3、 往復運転されていた特急のうちに往復を、旭川駅稚内駅間に短縮、再編し、引き続き、札幌駅稚内駅間で運転される一、往復は、宗谷に再解消されている。列車名は、北見国宗谷軍や宗谷市長、宗谷総合振興局、稚内市にある、宗谷岬及び、宗合線区の宗谷本線に由来する。なお、 宗谷本線特急列車運転開始時の愛称の一般公募でもスーパー宗谷最多得票であった。ヘッドマークはスーパー宗谷運転開始時に制定されたものから文字を抜いたもので、休校時代のヘッドマークをもとに、東北地域の地形を図案化したものとしている。走行距離は 396.2km に及び、これは2017年3月4日。 現在、日本で運行されている機動車特急で一番長い、ものである。1992年、平成4年7月1日に、宗谷に往復のうち、上下の2便目に当たる1往復を別愛称の、サロ別に変更したことで登場した。この時点では、宗谷と愛称以外の違いは、特段存在しなかった。2000年、平成12年3月11日の宗谷、 本線高速化完成に伴うダイヤ改正では札幌駅は区内駅間中高特急列車1往復の愛称とされスーパー宗谷と異なり専用の改造を施されたキハ183系機動車が夜行のリシリ2006年定期運転終了と共通で使用された2017年平成29年3月4日のダイヤ改正では 宗谷本線で、旭川駅は区内駅間に短縮された、特急に往復の愛称に、サロ別が転用され、同時に、宗谷と共通の規範261系、基本番台での運転となった。列車名は、豊富町と幌延町の海岸線沿いに広がる、出原、サロ別原野に由来する。ヘッドマークは2017年、平成29年の特急列車再編以降は、 宗谷と共通としているが、それ以前は、サロ別玄やとリシリ山、エゾカンゾウを描いたものを使用していた。以下突起ない限り2018年、平成30年3月17日ダイヤ改正時点での情報である。宗谷は、午前に下り、札幌発一本、午後、輪っか内発に上り一本の計一往復が運転され、 全区間の所要時間は下り5時間10分、上り5時間11分である。サロ別は1日に往復1から4号が運転されており、全列車が旭川駅で札幌駅旭川駅間の特急、ライラックの特定列車と対面乗り換えで接続する。乗り換え時間を含むライラック、サロ別を利用した場合の札幌駅若ない駅間。 平均所要時間は5時間21分である。両列車ともに、車内販売は行われていない。札幌駅、岩見沢駅、美梅駅から、砂川駅、滝川駅、深川駅、旭川駅、ワッサム駅、四別駅、名寄駅、美深駅、おといねっぷ駅、手塩中川駅、幌延駅、豊富駅、南ワッカ駅、ワッカ駅。旭川駅、ワッサム駅、四別駅、名寄駅。 美福海駅、音イネップ駅、手塩中川駅、ノ戸駅,駅、豊富駅、南稚内駅、稚内駅。両列車ともにキハ261系、基本版大機動車、苗母運転所所属が使用される。4両編成で運行され、1号車の半室、旧席が、クリーン車となっている。なお、前身の、スーパーソーヤ、サロベツ時代の、2006年。 平成18年3月18日に道内特急全面禁煙化に伴い、全列車が禁煙車、喫煙ルームなしとなっている。多客機には6両編成に増結される場合があり、通常1.2号車となる2両が21.22号車として、輪っかない方に連結される場合と、通常3.4号車となる2両が5.6号車として、札幌方に連結される場合がある。 は261系の項も参照。また、宗谷本線内では増結となった場合プラットフォームの有効長が不足する駅があるため、当該の駅では進行方向後ろよりの1から2両のドアカットを行う。2016年、平成28年3月26日ダイヤ改正では、JR 北海道各線での普通列車の減便が実施された。 宗谷本線では減便により、おといねぷ駅はか内駅間の普通列車が上下、各5本から各3から4本に減便され、日中には最大で8時間にわたり、普通列車が運転されない、時間帯も生じた宗谷本線地域輸送も参照。このため代替措置として、同年3月24日より、沿線の中川町、幌延町、豊富町各町が、 JR 北海道と大口契約を結び、特急列車の普通車自由席に、当該区間の普通乗車券プラス10円に相当する金額で乗車可能となる町民乗車票、いわゆる契約乗車票が設定、販売されている。この町民乗車票は、JR 北海道の窓口や列車内での購入はできず、各町内の指定の発売場所で事前販売が行われる。 また、町民以外へは発売されない。発売区間は、中川町が、弟子の中川駅なよろ駅間、朧延町が、弟子の中川駅なよろ駅間及び、朧延駅は区内駅間、豊富町が豊富駅は区内駅間である。1958年、昭和33年10月1日、札幌駅は区内駅間の夜行準急列車として、運行開始し、 1966年、昭和41年3月5日に急行列車となった。1968年、昭和43年10月1日には、中高のレブンを統合して、中高夜行に往復となるが、1970年、昭和45年10月1日に再度分離し、再び夜行一往復のみの体制となった。1982年、 昭和57年11月15日からは、座席車に14系500番台客車が投入され、1983年、昭和58年4月25日から寝台車も14系に置き換えられた。1991年、平成3年3月16日からは、宗谷と共通のキハ400系、キハ480系機動車に14系、 新大客車を並結する編成を初めて投入し、後にこのスタイルは特急、おほうつく、大空、リモにも拡大されることとなった。2000年、平成12年3月11日の層や本線高速化竣工に伴うダイヤ改正では特急列車化され、座席車をサロベツと共通のキハ183系に変更したが、 引き続き14系新台車を混結していた。2006年、平成18年3月のダイヤ改正では、臨時列車化され、同年6月から夏季に、特急、花旅、利尻として運転されるようになったが、なおも利用が減少傾向にあることから、2008年、平成20年4月に、JR 北海道が廃止を発表し、事実上2007年、 平成19年9月30日の運行を最後に廃止された。列車名は、か内市の西方の日本海に浮かぶ利尻島が由来となっている。ヘッドマークは、旧校時代より、海上に浮かぶ利尻島、利尻山を描いたものを使用していた。1961年、昭和36年10月1日、札幌駅か内駅間を、函館本線。 宗谷本線、天根北線経由で運行する急行列車として運行を開始し、1989年、平成元年5月1日の天北線廃止に伴い経路変更を行った上で宗谷に編入された。列車名は経由路線である天根北線、沿線地域の旧国名、弟子王国、北見国から命名が由来となっている。ヘッドマークテールマークは、 北斗七世を描いたものであった。なお、旅客営業取扱基準規定110条及び154条、列車特定区間制度の対象であったため、天北の札幌駅をトイネップ駅間隔駅と、南稚内駅、稚内駅相互間を乗車し、天根北線内で途中下車しない場合は、滅のべき経由で、運賃、料金を計算するものとされていた。 1961年昭和36年10月1日に旭川駅は加内駅間を宗谷本線経由で運行する準急列車として運行を開始し1966年昭和41年3月5日に急行列車となったが1968年昭和43年10月1日に急行、利尻に解消統合され一旦愛称が消滅する 1970年、昭和45年10月1日には再度分離されて、愛称が復活し、2000年、平成12年3月11日ダイヤ改正で、上下列車とも、運転区間を、札幌駅は区内駅間に、延長の上、特急、スーパー総屋に編入され、愛称が廃止された。一貫して、機動車モノクラスで運転されており、1986年、 昭和61年12月7日には木波54型500番台のうち、休行仕様で落成した車両が投入された。なお、運行開始から廃止に至るまで一貫して、冷房非搭載車で運行され、レブンは国鉄 JR の定期休行列車としては、史上最後の非冷房列車となった。列車名は、輪っかな良き愛に浮かぶレブン島が由来となっている。ヘッドマークは、 レブン島の元地海岸の地蔵岸を描いたものとされる。なお、末期には、旭川駅で、特急、スーパーホワイトアロー、最高速度時速 130km に接続していたため、両列車を乗り継いだ場合の札幌駅、稚内駅間の所要時間は改正直前の時点で、最速5時間21分、そうや、サロ別より早かった。1965年、 昭和40年10月1日に札幌駅名寄駅間の急行列車として運行を開始した。以後、一部列車が旭川駅、小樽駅発着で運行されるなどして存続したが、1984年昭和59年2月1日に廃止された。列車名は名寄市に由来する。なお、名寄の列車名は1990年平成2年9月1日から、 旭川駅名寄駅間の快速列車として、起用されている、名寄を参照。いずれも、名寄本線に直通した列車であり、門別は、札幌駅名寄駅、沿岸駅間、末期は、おこっぺ駅、沿岸駅間普通列車の列車、旭川は、旭川駅、沿岸駅名寄駅、旭川駅間の循環列車であった。門別廃止時の停車駅、急行列車区間のみ、 宗谷本線では、カラフトが日本の統治下だった時代に、東京方面との速達のために、函館駅と和歌な駅を結ぶ急行列車が運行されていた。全国的に急行列車が希少であった時代の一本である。しかし、太平洋戦争後にカラフトが日本の姿勢を離れたため、戦後、優等列車の運行が再開されるまでには13年を要した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。